リチャード・オースティン・フリーマンイングルの死の死疑問考えてみるとすこぶる怪しい死に方ですが結局お金は払わななくちゃなりますますいある保険請求に対して相談した後グリフィン生命保険会社のストーカー氏がこう言った。 そりゃあ、無論、お払いにならなくちゃなりません。と、ソーンダイクが言った。何しろ、本人の死は証明された上で埋葬され、あなたの方でも再審を買うべき理由を握っていらっしゃらないのですからね。握っていません。と、ストーカー氏が同意した。しかし、私としては、どうも満足できないのです。 医者が検視の際に誤診したものとしか思われないのですあの仮装は確かに早まりすぎました毒殺された人は大抵そうなんですにべもなくソーン大イが言ったストーカーはちょっと笑ったが相変わらず自説を固守してあなたが私に同意されないのは よよ。くわかっていますよしかし私の方ではあの際一層の注意が必要であったと思わざるを得ないのです火葬の際には検視の証明書だけに頼らないで自分で一応死因を調べないととんだ過失が起こりやすいものですソーンダイクは首を振りながら それはあなたの無用のご心配というものですそう何もかもむやみに疑うべきものではありません実際の場合においてはあなたのような無用の心配は形式的に流れるに過ぎないものです死因に何の異常も認められなかった時には当局も証明書を書きますが異常があった時には決して証明書を書きませんそして 埋葬が済んでから後になって疑ってみたところでそれは後の祭りでどうすることもできないのですけれども私は調査さえすれば埋葬以前の犯罪を発見できる場合があると思うのですごもっともですと孫ン大工が言ったしかし死んだ後になっていくら調査したって 死ぬる前に調査するほど遺憾なく調査できるものではありません。ストーカーは微笑して帽子を取って、靴直しは何よりも川のことを考えます。毒物学者は何よりも発掘ということを考えます。と言い残して出て行った。けれども、 それが彼の最後の来訪にはならなかった1週間と経たないうちに彼はまた新しい問題を携えてきた「事件が妙な方面に発展してきましたよ」と彼が言った「これが私たちに深い関係あるものかどうかは分かりませんがとにかくあなたのご意見だけは承りたいと思ってまいりました」 実はこうです。今から18ヶ月前にイングルという男が私の会社に1,500ポンドの生命保険をかけたのですがその時の体格検査では第一等の体格でしたところがその男が最近に死んだのですが死因は心臓が肥大しているところから判断して 心臓麻痺ということになったのですそして彼のただ一人の遺産相続者たる妻のシビルが保険金を請求したのですそれで私の会社では保険金を支払う手続きをしていましたところが突然マーガレットという女が現れてきて「自分がイングルの本当の妻だから」 保険金は自分が受け取るべきものだと言い出したのですそしてこの女の話によればシビルという女は実はハガードという名前の苔で自分が本妻だことを知っていながらイングルと二重結婚をしたというのです面白い問題が起きましたねとソーンダイクが言った しかし、あなたがおっしゃるように、その問題はあなたの会社に深い関係があろうとは思われません。裁判所に関係のある問題です。そうです。と、ストーカーが言った。けれども、問題はそれだけではありません。このマーガレット・イングルという女は、 シビルという女を二重結婚の罪に問うばかりでなくシビルが自分の夫すなわち死んだはずのイングルと一緒に駆け落ちしたというのです。なぜですなぜかその理由は彼女自身にもはっきりしていないらしいですが。 彼女の言うところによればシビルの夫ジェームズ・ハガードは毒殺されたらしいそして自分の夫イングルは健康だったから心臓麻痺で死んだというのは嘘で今でも生きているらしいというのですなるほどそれにも一理ありますね とソーンダイクが言った。もしイングルが18ヶ月前に第1党の体格だったのならその説にも一理あります次にハガードという男のことですがハガードが毒殺されたと断定するにはまだ一層深く調査してみなければなりません果たしてマーガレットの言葉のごとくこれが怪しむべき事件とすれば内務省の許しを得てイングルの死体を発掘して 今一度死因を調査する必要がありましょう。ストーカーはにやりと静かに微笑して。ところが不幸にして、インゴルは仮装にされましたからダメですよ。あはあ。それはあなたのおっしゃるように不幸です。仮装にされたとすれば、毒殺という嫌疑を一層深くはさせるが、 同時にその嫌疑を証明する方法はなくなりますからねそれからこれも申し上げておきたいのですが死人は自分が死んだら火葬にしてくれとかねてから遺言していたそうですそんな遺言の必要はないようですねそうだとすればかえってこの事件に対する疑惑を増すわけですなぜというに 毒殺を隠すために仮装にしたとも考えられますからね時に死体の証明書は無論二つ揃っていたでしょうねああウィンボール街の医者ハルベリー氏が証明書を書かれました助手はホーランド街のバーバー氏です死人はネロウェイのストック・オーチャード・クレセントに住んでいました ーランド街からだいぶ離れていますね。とソーンダイクが言ったハルベリー氏が死体を解剖したかどうかあなたご存知ですか私は多分解剖はしなかったと思うのですがしませんでしたとストーカーが答えたではハルベリー氏の証明は無効です。 解剖しないでただ死体を見ただけで心臓麻痺かどうかわかるものではありませんからねおそらくハルベリー氏は助手の説をそのままに信用したのでしょうであなたは私にこの事件を調査してくれろとおっしゃるのですねできることならあなたに調査していただきたいと思います 万一殺人とすれば保証金を支払う必要はありませんがしかしそんな問題はどうでもよろしいただ一応あなたに調査していただきさえすればそれでいいのですもっともあなたがどんな方法で調査なさるかそんなことは私には分かりませんがそれは私にもまだ分かりません と大が言ったけれども証明書に署名した2人の医者と一緒になって調査したらあるいは事実がわかるかもしれませんそうですともと私が口を添えたそこにはまだもう一つの死体がありますすなわちハガードの死体があります彼の死体が イングルの死体同様に仮想に伏せられてなかったとすれば一応発掘してみる必要があります全くだとソーンダイクが同意した刑法を満足させるためにはただ毒殺であるということを証明しさえすればいいのだがしかしグリフィン生命保険会社としてはイングルの死だけに関係があるのだからハガードの毒殺謎は問題外だ ストーカーさん、この事件の天末をしたためた書類をお持ちですか一冊持ってまいりました。住所や名前やその人の陳述や日付やその他いろんなことが書いてあります。これです。言いながらストーカーは書面をソーン大工に渡した。ストーカーが立ち去ると、 孫大工はしばらくその書面に目を通していたがやがて時計を出してみた後私に向かってこう言ったこれからすぐウィンボール街に行ってハルベリーに会ってみようまず第一に C 証明書に署名したハルベリーに会ってみる必要があるハルベリーに会ってみればこの事件に不正が潜んでいるかどうか大抵想像つくだろうジャービス君 これかかからすぐ出かけようか私は直ちに同意した彼は書類をポケットにしまったそして二人は一緒に家を出たミドルテンプルレーンの角でタクシーに乗ると間もなく医者ハルベリー氏の家へ着いた私たちはすぐ部屋に通された部屋には ハルベリー氏がしきりにテーブルの上の手紙くずをかき集めては保護箱に投げ込んでいた「やあこんにちは」「快活に行って彼が手を差し出した休みの旅行から帰ってきたばかりでご覧の通り今片付けていたところなんですご用は?」「イングルという男の件についてお伺いいたしました」「イングル」 イングル、はてストック・オーチャード・クレセントのイングルですよああさようですかわかりましたそれがどうしました死にましたえ本当ですかとハルベリーが叫んだ診察というものは念の上にも念を入れるものですね あの男が毛病を使うとは夢にも思いませんでした。自分では心臓が膨張していると言っていましたが、私が診察したところでは少しもその形跡を認めませんでした。ただ鼓動が激しくて不規則なだけでした。ですから私は自分で鳥に鳥んでも服用しているんじゃないかと思ったのです。なんだかこう、 私が南アフリカを旅行した時にコルダイトを噛む男に出会ったことがありましたがちょうどそんな兆候がありましたよああじゃあ死んだのですかそりゃ妙ですねで死因をあなたはご存知ですか検死の証明書には心臓麻痺と書いてあります死体は仮装に伏せられました そして、新証明書には、あなたの署名があります。私のと、医者ハルベリーが叫んだ。冗談でしょう。それは何かの間違いですよ。私は、イングル夫人がここに持ってきたフレンドリー協会の証明書に署名しただけです。イングルが死んだということさえ知らないくらいです。そればかりじゃありません。 私はイングルに会ったから23日の休暇を取って旅行から昨日帰ってきたばかりなんですなぜ証明書に私が証明したとおっしゃるんですソーンダイクはストーカーの書類を取り出してハルベリーに渡したハルベリーはその中に書かれた自分の住所と名前を見てけげんらしく眉をひそめたこりゃ大変だ調べてみなくちゃならない と彼が言った「さようですともことに毒殺の嫌疑があるのですから」とソーン大工が言ったおお毒殺の嫌疑があるとすれば鳥に鳥リ,リでしょうもっともあの時の私の観察が間違っていたかもしれませんがねそしてもし鳥に鳥リ,リで死んだとすればそれを服用させたものは おそらくあの狡猾な面構えをしたサイでしょう誰か権技者でもあるのですか今ではサイ君が権技を受けていますなるほど多分証明書だけは本当のものでしょうしかしうまく騙したものですね実に巧みな手際だ灰になってしまったのなら発掘して調べるわけにもまいりますまい サイ君が私の署名を求めに来たのは、私の署名の見本を取るためだったのでしょう。B 証明書はミーキングという人が署名していますね。誰でしょう、ミーキングと言ったら。私の意見を求めに来たのはバーバーくんでした。ミーキングがどんな人であるかということは、後で調べてみましょう。ソーンダイクが言った。 ことによればバーバーさんが知っていられるかもしれませんから私はこれからバーバーさんをお尋ねしましょう医者ハルベリーは握手しながらそれがいいですバーバーさんは少なくもこの事件の顛末を知っているでしょう私たちはウィンボール街からホーランド街に出たが家の前まで来るとちょうど運よく医者バーバー氏の自動車が帰ったところだった ソーン大工は事故を紹介した後私を紹介し、次に来訪の目的を語ったが、今しがたハルベリー氏を訪問したことは一口も言わなかった。イングルそうそう。そんな人がありましたっけそれが死んだのですかそりゃあ驚きましたね。丈夫そうな体をしていましたが、心臓肥大の兆候がありましたか とソーンライクがねた。ちょっと見たところではそんな兆候も見えませんでした海平弁にも病気があったとは思われませんしかし私の代理人たるミーキング君が何も言わなかったのは不思議ですね私は休日だったものですから何もかもミーキング君に任したのですお話によれば、 ミーキング君が検視証明書に署名しているそうですね。はい。それから仮想の B 証明書にもミーキング氏の署名があります。それは不思議だ。まあ、こっちにいらっしゃい。日記を調べてみましょう。私たちは彼の後に従って次の部屋に行った。彼が日記帳を送っている間に、 私は素早く日記帳が置いてあった棚に目を走らしたが棚の上にはいろんな書類に混じって死体証明書の帳簿などがあったここにやりましたほらストック・オーチャード・クレセントのイングル最後の訪問が9月4日になっていてミーキング君が証明書を書いています証明書は本当の用紙に書いたかしら 言いながら医者バーバーは棚から2冊の帳簿を取り下ろして控えを調べ始めた「ここにあります」と彼がしばらくしていった「ジョナサン・インイグル9月8日。全壊したるをもって勤務に福祉得る者と認む」と書いてあります「全壊した者が死ぬるなんておかしいですね」 しかしまあよく調べてみなくちゃならない彼は棚から検視証明書の帳簿を下ろしてごく最近の辺りを調べ出したない言いながら彼はページをくったやっぱりないらしいおやこれはな何だ何も書いてない控えが2枚ある日付は 9月2日から13日までの間だ。これは不思議だ。ミーキング君のような信頼すべき注意深い人がこんな手抜かりをするなんて。彼はまた日記帳を出して、2日から13日までの記録を読んだ。それから眉を潜めながら顔を起こして。どうも加点がいかない。2日から13日までには、 死んだ人が一人もいないんだが。ミーキングさんは今どちらにお住まいですかと私が尋ねた。今頃は南大西洋のどこかにいるでしょう。3週間前にロイヤル規制会社の選議になりましたから、証明書に署名したはずはありません。医者バーバー氏から聞いたことはこれだけであった。 それから23分間の後に私たちは彼の家を出たとってなムコート街の方へ帰りながら私が言ったなんだか捉えどころのない事件だねうんとソーンダイクが答えた事件の根本に間違ったところがあるんだ何よりも僕が感心したことは詐欺の方法がすこぶる巧妙であることだ 相当物事を知っている上に判断力や先見の命がなくちゃとてもこんな詐欺はできるものじゃない。しかしその女は随分思い切った冒険をやったものだね。私が言った。ところがそれが必要な冒険ばかりで無駄な冒険は少しもやっていない。前々から予知し得ることはみんな準備ができている。表面的にもせよ。 なすべき手続きはみんな済ましている。そしてまた、成功している。仮想も無事に済んでいる。だから、真のイングル夫人が現れて、曖昧ながらも自分の説を通そうとしない限り、この詐欺の成功を阻止するものはないのだ。真のイングル夫人が現れない限り、これは永久に闇に葬られるべき問題だ。 そうだ。と私が同意した。これが詐欺になることが発見されたのは運が悪かったのだ。時に君はこの事件の真相をどう思うかねソーンダイクは頭を振った。それはわからない。事件の現状はわかっても動機と目的はわからない。保険会社の診察を受けるときには、 心臓に害を与えるニトログリセリンのような薬を用いて仮病を使ったものだろう医者を呼んだのは一つは形式的一つは筆跡の見本を得るためだったのだろう医者が2人とも不在で1人は船に乗っているところを見ると多分前々からそれを予知していて企んだものと思われる検視証明書の用紙は 女がバーバー氏を訪問した際一人部屋に残された隙に盗んだものでそれから仮装の証明書は火葬にする時にその筋の者のからもらったものだろうそんなことはよく分かっているよ分からないのは何のためにこんなことをしたかということだ君は自殺だと思うかそれとも鳥ニトリンの用法を誤ったものと思うか それもわからない。もしこれが自殺とすれば熟考の結果を行われたもので他の深い理由がない限り保険の金を女に得させるのが目的だったのだろうが仮装にしたところを見ると自殺とは思われないそれからまた前々から精細な計画を立って行われているところを見ると薬剤の分量を誤って死んだものとも思われないでは これがもし変死でないとすれば、化病を使ったのは何が目的だったのだろう君の説はもっともだ。と私が言った。けれども君が言う通りにこれがもし自殺でないとすれば、イングルが生前に自分が死んだら仮想にしてくれと遺言していたというのがおかしくなってくるね。そんな遺言したかどうかわかるものか。 元来この事件そのものが偽装なんだから遺言そのものも偽装かもしれないくらいだ大抵想像がつくよなるほど僕は気がつかなかったがあるいはそうかもしれないね君にもわかるだろうが詐欺をするためには火葬ということがどうしても踏まなければならぬ順序になっている仮装なしにはとてもこんな冒険は行われまい 主人の死後の主権者たる女は仮装にしまいと思えば仮装にしなくても済むのだった。主人の死後の主権者たる女は仮装に住まいと思えば仮装にしなくても済むのだった。それを強いて仮装にしたのはなぜだろうなぜ仮装が必要だったのだろうそれは死体のどこかに怪しい跡を留めていたからではあるまいか。 仮装にせず埋葬したら後で発掘して検査された時に困るような痕があったのではあるまいかでは君は傷かあるいは毒殺の痕が残っているというのかもし仮装にしなかったら発掘して調べさえすれば何か痕が残っているというのだしかし傷跡があったとすれば 葬儀請負い人の目に留まるはずじゃないかジャービス君、いいところに気がついた。これから二人で葬儀請負い人を訪ねてみよう。ここに住所が書いてある。ケンティンタウ以外だ。イングルの家とはだいぶ離れている。乗り合い馬車に乗っていこう。檻から黄色い乗り合い馬車が通りかかったので、呼び止めて飛び乗って、北の方に向かいながら、 なおも相談を続けた葬儀請負い人バレル氏はいつも物思いに沈んだようなごく陰銀な人で葬儀請負いのほかに大工なぞしている貧しい人であったこちらから尋ねることにはよく答えてくれたがあまりいろんなことを知ってはいなかった「死んだ人は初めから姉妹ま,まで水じまいでした」 と彼がソーン大工の用心深い質問に答えていった寸法を取る時には死体に敷布がかぶせてありましたしそれにイングル夫人が部屋にいられたもので大急ぎで仕事をしましたじゃあ死体を棺の中に入れたのはあなたじゃないんですねああ棺は置いて帰りました 死体はイングル夫人が死んだ方の兄弟に手伝ってもらって入れると言われましたから。しかしあなたも棺の蓋に釘を打つ時には死体を見たでしょう棺の蓋に釘を打ったのは私ではありません。帰ってみたらはや釘が打ってあったのです。イングル夫人がみんなと一緒に釘を打ったと言っていました。 また私もそれが当たり前だと思います天気が暑くてホルマリンの匂いが随分強うございましたから私たちが葬儀請負い人の家を出てケンティンタウン街を帰りかけた時「売るところがなかったね」と私が言ったすると孫大工は「僕はそうは思わない。 葬儀請負い人を訪ねたおかげでこの犯罪がよほど巧妙に行われたというもう一つの例を見ることができたと同時に死体のどこかに変わったところがあったに違いないという想像が一層確実になったわけだ女は葬儀請負い人にさえ死体を見せることを嫌がったのだけれども彼女が大胆と用心を2つとも持っている点には感心せずにはいられない。 こんな冒険をあえてしたところは彼女がいかに大胆であるかということを示している。また、いろんな点に過失のなかったところは彼女がいかに用心深いかということを示している。冒険は成功した。イングルの死の秘密は、おそらく永久に暴かれることはあるまい。この事件の秘密は探索してもダメなように思われた。 無論、ハガード夫人は二重結婚の罪、並びに少々偽造の罪で検挙はされるだろう。けれどもそれは、私たちやストーカー氏には関係のないことだ。私たちに関係あるのは、ジョナサン・イングルの死因である。彼がなぜ死んだかという疑問は、まだ何人も解き得ないのだ。私たちが部屋に帰ってみたら、 今しがた,来たばかりの一通の電報がテーブルの上に置いてあった読んでみると夕方ストーカー氏が来るというものであったストーカー氏が来るのは何か新事件があったからであろう私たちは興味を持って夕方を待った夕方の6時ストーカー氏が来たそしてすぐ取材に入った イングル事件が新しい方面に発展しましたよ。第一には例の女ハガードが逃げ出しました。実は尋ねたいことが二つ三つあったのであの家に行ってみたのです。ところがエや警官が張り込んでいました。 警官は二重結婚の罪で彼女を逮捕しに来たのですが彼女の方では先にそのことを知って行方不明になってしまっていたのです警官たちはうちの中を捜索してみましたが別に変わったものは出てきませんでしたただ疑問となるものは小銃の薬莢ぐらいのものでしょうけれども まさか小銃で夫を撃ち殺したとも思えませんから薬莢も大した証拠品とは言われませんどんな薬莢でしたとソーンダイクが尋ねたストーカーはポケットに手を突っ込んであなたにご覧に入れようと思って巡査に一つもらってきました言いながら 20年ばかり前に軍隊で使用した方の薬莢をテーブルの上へ置いたソーンダイクはその薬莢を取り上げ引き出しの中から金ばさみを取り出して玉を抜き取りそれから解剖用の小さいピンセットを薬莢の中に突っ込んで短い糸くずのようなものを1つ2つつまみ出した「コルダイトだ!」と私が叫んだ ハルベリー君がコルダイトを引用した兆候があると言っていたが、本当だ。サイ君がこの中からコルダイトを取って、夫に飲ましていたのだ。すると、ストーカーが毛源らしい眼差しで私たちを見たので、私は医者ハルベリー氏との会見の点末を手短に語って聞かした。おぉ。と、ストーカーが叫んだ。 またこ,んがらがってきたこの検視の証明書の詐欺は私がこれからお話ししようと思っているもう一つの詐欺と関係があるのですあなたもご承知でしょうがイングルは土地売買をする会社の秘書ならびに会計係を務めていましたですから私は あなたの家から出るとすぐその足で会社を訪ねて社長に会って訪ねてみたのです社長のお話によれば彼は会計に関することは一人で処理し会社が受け取る金や支払う金を現金で取り扱った上に帳簿も整理していたそうですところが最近になって 取り締まりの人がどうも怪しいと言い出したものですからよそから会計調査係を臨時に雇って会社の会計を根本的に調べてみることにしましたそれをイングルに通知すると23日経ってイングルの崔くんから返事が来て「今夫は心臓病で寝ているから会計調査は の病気が治って出勤できるようになるまで待ってくれというのです。待ちましたかと私が聞いた。いいえ。とストーカーが答えた。それに頓着なく調査を始めました。調査してみましたら帳簿にたくさん間違いがあって。 およそ三千ポンドばかりの記入漏れがありました。どうして騙したものかわかりませんが、帰ってきた手形のあるものには嘘の裏書きがしてありました。会社はすぐそれをイングルに通知したでしょうね。ソーンダイクが尋ねた。いや、イングルの妻。 すなわちハガードから重ねて手紙が来ましてね「イングルの容体が大変悪いというので全開するまで通知を見合わしたのです」ところが間もなく死の報道がありましたそれでグズグズしている間にイ君が行方不明になってしまったのです ですから、事件がますます錯綜してきたわけです。あなたはさっき、検視証明書の詐欺と会社における詐欺との間に関係があるとおっしゃいましたが、どんな関係があるのですかソーンダイクが聞いた。私はこう思うのです。いや、こうではないかと想像するのです。 イングルは自殺したのです。自分の不正が発見せられかけたので刑罰が恐ろしさに自殺したのですとこう思うのです。ですからあのハガードに殺人の嫌疑をかけて審問してみればしまいには包み切れずにイングルが自殺したという実を吐くかもしれません。 ソーンダイクは首を振った。殺人の嫌疑をかけることはできません。なるほど。もしイングルが自殺したとすれば、ハガードもその自殺を補助したので、自殺の補助は法律上殺人の補助と同じになります。しかし今のところでは警察でもまだ殺人の嫌疑をかけていないし、また実際嫌疑をかけるべき理由が事実においてないのです。 イングルは死ぬる前に病気だったと言われています。この病気には三人の医者が立ち会っています。ですから、彼が病気で死んだと言っても、誰もその説を否定し得るものはないのですよ。しかし彼の病気はコルダイトを飲んだ結果かもしれないよ。と私が言った。僕らはそう思っている。 けれども、それを証明することはできないのだ。彼が確かにコルダイトで死んだと断言し得るものは一人もないのだ。では、彼の死が病気であるか自殺であるか、それとも他殺であるかということは永久にわからないのでしょうか。ストーカーが尋ねた。わかる方法がただ一つあります。 と、ソーンダイクが答えた。死人の肺を検査してみればわかるかもしれません。しかし、そりゃあダメだろう。と私が言った。コルダイトで死んだ者には後が残らないからね。コルダイトで死んだとは限らない。と、ソーンダイクが言った。多分、コルダイトが死因ではあるまい。 表面コルダイトと見せかけても実は一層曖昧な毒薬を使っているかもしれないあるいはまた何か今までに例のない薬剤で死んでいるかもしれないしかしと私が反対した肺によって判別しうる毒薬が原痕いくつあるだろう有機的な毒薬も後を残さないし 水銀やアンチモニーやヒ素のような金属質の毒薬も後を残さないよ。それはそうだがね。しかし、肺の中から拾い取れる金属質の毒薬もないことはないのだ。例えば、鉛だとか、鈴だとか、金だとか銀だとかいうものがある。けれども、こんないい加減な議論をしていてもつまらない。 探索の手がかりを得るべき唯一の方法は、肺を検査して新しい材料を売ることだ。肺を検査して材料が得られるか得られないか、それはわからないが、とにかく僕らとしては、検査せずに置くことはできない。この言葉に対しては、ストーカー氏も私も黙っていたが、二人が腹で思っていることは同じであった。 ソーンダイクはめったに当惑しない男だがいかに明敏な彼も巧妙なハガード夫人の手にかかっては当惑せずにはいられないのだ探偵が死人の肺を検査して死因を探ろうとするのはよくよく困ったからである実際心細いことだけれどもソーンダイクは肺の検査に非常な期待を持っているらしくすこぶる楽観していたそして 肺を発掘して検査することをその筋から許可されるかどうかそのことのみに気遣っていたしかしその心配は無用であった23日たつとその筋から許可が出て私たちが二人とも知っている病理学者ヘミング博士も立ち会いの上で科学的の検査をすることになった約束の日になるとヘミング博士が来た 私たちは一緒にリバプール街に向かったその道で私はヘミングも私たちと同じことを考えているのだと悟ったなぜというに彼もよもやまのことを自由に断じながら検査のことに関しては一口も言わなかったからである記者が火葬場のあるコーフィールドに近づいた時初めてソーンダイクが検査のことについて口を切った ヘミングさん検査に必要な用意はしておいでになったでしょうねええ停車場に墓地の管理者が来て待っているはずですから案内してもらって地下墓地に行きましょうそして灰を取って事務室に持って行ってそこで検査しましょう灰には封をして名前が書いてあるのですから 手続きに念を入れた上で検査した方がいいでしょう。私もそう思います。と、ソーンダイクが言った。何しろ、灰は誰のものやら見分けがつきませんから、後になって講義でも申し込まれては困りますから、用心の上にも用心して検査しましょう。そうしましょう。ヘミングが同意した。 汽車車が停車場に着くとここですとヘミングが言ったプラットホームに立っているのは多分管理者でしょうその人は確かに管理者であったけれども私たちがそこで会ったのは墓地の管理だけではなかった私たちが管理者と挨拶しているとおなじみの警視庁の警視ミラーの背の高い姿が 同じ汽車の後ろの方から降りてプラットホームに立ったお邪魔をしに来たんじゃありませんよ私たちが一同にミラーを紹介した時彼がこう言ったあなた方が検査なさるのでその結果を聞くために警視庁からよこされたのですですから検査の現場には立ち会わなくてもかまいません何 吊を運ぶ時にはあなたにも証人の一人として立ち会ってもらった方が都合がいいのですとソーン大工が言ったそこでミラーも一同と一緒になって停車場から墓地の方に急いだ地下墓地は細長いアーケードのある建物の中にあったがそこへ行くまでに広くて気持ちのいい子立ちや火葬場があった 火葬場は教会のような小さい建物で低い塔の陰に煙突なぞ見えた地下墓地に入ると長いアーケードの壁に沿ってたくさんの穴がありその穴一つ一つに土製の小さい四角な灰壺があるアーケードの端まで来ると管理者が立ち止まって持ってきた帳簿を送ってジョナサン・イングルの番号を調べそれから その番号と名前の書いてある穴のそばに一同を案内した穴には一つの四角な灰壺がありそれに死人の名前と死んだ日が記してあるイングルの灰壺だことを確かめると2人の男が丁寧にそれを取り上げて建物の一方にある明るい部屋に運び窓際の白紙を敷いた大きいテーブルの上へ置いた2人の男が立ち去ると 管理者が灰壺の封を切って蓋を抜けた一同はしばらくの間息を殺して覗き込んだ私も覗き込んだが中にあるものは想像していたほど汚いものではなかった脆い繊細なサンゴのような白い骨は気味悪いというよりむしろきれいであった私は最近まで人間であったところの白骨を 解剖学者の好奇心を持って眺めたそして無意識のうちに骨の一つ一つをどこの部分の骨にあたるか見分けようとしていたけれども私は医者として骨のことには詳しいはずなのにその白いいろんな形をした骨がどこの骨だとも見分けがつかないのにいささか当惑したたちまちヘミングが顔を起こしてソーンダイクに行った あなたはこの骨に異常を認めますか私は別に異常はないと思いますがそうですねとソーンダイクが言ったしかしこの紙の上へ移してよく見ましょうソーンダイクは静かに灰壺をテーブルの上に開いた白紙の上へ移しそれから丁寧に全ての骨が見えるように薄く巻き広げた ヘミングはしばらく批判的のこで骨に見入っていたがやがてソーンダイクの方に向いていかがです私は別に変わったものは混じっていないように思いますが混じっていません混じっていなくてはならぬものも混じっていないようです例えば保険会社の医者が診察した際にイングルは立派な強い歯を持っていたと書いてありますが その歯はどこにあるのでしょう。歯らしいものは一本も混じっていないじゃありませんか元来歯というものは骨より耐火力が強いものですことに放浪室の部分が作用ですヘミングはひとしきり等圧下に眉を潜めて骨を見つめていたがそうですね歯らしいものが見えませんねなるほどこれは不思議です なぜでしょうソーンダイクはこの言葉には答えないで、静かに平たい骨をつまみ上げて一同に示した。私はそれを黙ってみた。私の心には、ある妙な疑惑がざし始めていた。それは、肋骨ですね。とヘミングが言った。しかし、肋骨がこんなにきれいに折れるはずはない。 あるいは、ノコギリで引きちぎったのかもしれません。ソーンダイクはその骨を置いて、私が先ほどから目をつけていた他の一層大きい骨をつまみ上げてヘミングに渡した。なるほど。こりゃ不思議だ。こりゃきっとノコギリで引き切ったのだ。私もそう思います。と、ソーンダイクが同意した。 どの骨だと思いますか。私も今それを考えていたところですよ。とヘミングが骨に目を注いだまま微笑した解剖学者がこんなにたくさんある骨を見分けえないなんておかしいようですが実際私はこの骨を見分けるのに困難を感じます形は頸骨らしいですが しかし、肩骨がそんなに小さいはずはありませんから、舎骨の上部かもしれませんね。そうかもしれません。と、ソーン大イが言った。それからまた大きい骨を取ってヘミングに名を聞いた。ヘミングは次第に当惑してきた。私には分かりません。なんだか非常に長い骨の一辺らしいですが、どこの骨か、 それはわかりません脊骨にしては大きすぎるし手足の骨にしては小さすぎます足の小さい方の骨に似たところがあるようですそうですよく似ていますとソーンダイクが同意した彼はヘミングが話しているうちに4つの大きい骨を選んで さっきの頸骨に似た骨と一緒にして並べた。五つの骨はよく似ている。まあ、これをご覧なさい。と、ソーンダイクが言った。同じキレが五つありますが、五つとも手足の骨らしいです。そして三つは左、二つは右の骨らしいです。ヘミングさんもご承知の通り、 人間には足が2つに手が2つですが同じ骨に右と左で切った跡が2つばかり残っていますヘミングは木工の手で5つの骨に見入ったどうも不思議ですねとしばらくして彼が言ったこうして一緒にあるのを見ると妙に蛍骨に似ているように思われます。 大きさは違いますが、形がねえ。大きさは、羊の蛍骨と同じです。羊ヘミングがびっくりしたように叫んで、骨灰とソーンダイクを見比べた。そうです。これは、羊の蛍骨の上の半分をノコギリで切ったものです。ソーンダイクが言った。するとヘミングが、 雷に打たれたようにこりゃ大変だではあなたは私はこの中には人間の骨は一つもないと思いますしかし羊の足が少なくも5本あることは確かですそこに深い沈黙があった興味を持って聞いている墓地の管理人の驚いたようなつぶやきと ーーミラーの低い忍び笑いが時々聞こえるばかりしばらくしてヘミングが口を開いてするとひつぎの中には人間の死体は入っていなかったことになりますねそうですとソーン大イが答えた肉屋から羊の足を買ってきて重さをごまかして灰をこしらえただけです まだ残りの肺を検査すれば一層よくわかると思いますが、その必要はありません。羊の骨が5本があって、人間の骨が少しもないということがわかれば、それだけで十分です。さあ、これからあとは、警視のミラー君にお願いいたしましょう。ソーンダ大工君。記者が停車場を離れた時に私が言った。 君は灰壺の中に人間の骨がないということを初めから知っていたんじゃないか実は知っていた。いろんな事実を総合してみるとそうとしか思われなかったんだ。いつそれに気がついた検視の証明書が偽造と分かった時に気がついたようなものだが、確かにそうに違いないと信じるに至ったのは葬儀請負い人の話を聞いた時だった。 だって、受け負い人は死体の寸法を測ったじゃないか。寸法は測ったさ。しかし、彼が測ったのが人間の死骸だったとは限らない。あの話を聞いて気がつくことは、夫人が決して死骸を他人に見せなかったことだ。それからまた、イングルが会社の金を使い込んだとストーカー氏が言った時には、ただ一つの事実を示す証拠がたくさんあるのに気がついた。 まあ考えてみたまえ。ここに偽の病気だことがすぐわかるような病人があって、その人が間もなく死んで偽の証明書を出したとしたら、その死因は何だろうそこには4つの家庭が数えられる。すなわち、普通の死と自殺と他殺と、それから嘘の死だ。イングルの死は、 その四つの過程のどれに当たるだろう偽の検視証明書を出した以上、普通の死と認めることはできない。前々からいろんな準備をして用心深くやっているところを見れば、自殺でないことはすぐわかる。自殺だったら証明書を偽造する必要がない。また、仮装にする必要もない。こんないろんな冒険を行う必要は少しもない。 次は他殺だがこれが他殺だとは誰だって思わないだろう検視の証明書を偽造したのはイングルは元来が偽造の上手い男なんだけれども殺される男が生きているうちに自分の仮装の準備なんかするはずがないからねあとに残るのが最後の偽の死だがこの過程は全ての条件にかなっている まず動機から考えてみるとイングルは滞在を犯したのだから逃げ出さなくちゃならん逃げ出すには死んで火葬にされたことにするのが一番いいそうすれば巡査だって会社の方だって追跡を断念するに決まっているそれからまた彼は刑法で禁じてある二重結婚の罪を犯しているが死んだことになれば刑を免れるばかりでなく 他の名前でで安全にハガードとと結婚することができるこがきしかつまた前のの妻との関係も切ってしまうことができる。その上保険会社からは1500ポンドの支払いが受けられる次に他のいろんな事実と照らし合わせて考えてみたまえ偽の死には偽の病気がつきものなんだそれからまた偽の死には本当の死体がないのだから 偽の検視証明書が必要なんだそれから偽の死には仮装が必要だなぜというに仮装にしないと墓を発掘されて調べられた時すぐバレるからねところが上手に仮装すれば偽の死だことが容易にわかるものではないそれからまた葬儀請負い人に死体を見せなかったことやその時ホルマリンの匂いがしていたことなども 偽の死の証拠になっている。なぜホルマリンが偽の死の証拠になるんだと私が尋ねた。まあ考えてみたまえジャービス君。棺の中には人間の肺と同じ肺になる肉と骨を入れておかなくちゃならないが、それは肉屋から買ってきた肉で間に合う。ところがその肉は150ポンドから200ポンドもなければならないが、 死んだはずのイングルが肉屋に行くことはできないからどうしても持ってきてもらわねばならんしかし葬式の前の日に一時にそんなたくさんの洋肉を注文するのもおかしいそこで肉は少しずつ買って帰らなくちゃならん少しずつ買って帰るとこの頃のような暖かい時には保存が困難だから防腐剤が必要ということになる防腐剤としては ホルマリンが焼いた後に後をとどめないから一番都合がいいのだ。こういう風うに、偽の死という過程は、今まであった全ての事実と完全に符合しているが、他の過程、すなわち普通の死、自殺、他殺という三つの過程は不合理であって、事実と符合しない。偽の死という過程は、 論理的に承認されるべき唯一の過程であったが実験の結果果たしてそれが事実だったと証明されたのだソーンダイクが説明を終えるとそばから聞いていたヘミング博士がニヤニヤ静かに笑いながら口からパイプを取って「今日送る前に内務省であなたの報告を聞いた時にはなんだかくだらないものを検査しに行くような気がして」 いくら検査したって無駄だと思っていたのですがなるほどあなたの説明を聞いてみますとバカバカしいほど明白なことだったんですねえ孫大工君の説明はいつもこれですと私が言った説明を聞いた後で考えてみるといつもバカバカしいほど明白なことなんです それから1週間ばかり経ってイングルが警察の手で逮捕された彼は火葬の冒険に見事成功したと信じてろくろく後をくらますこともしないでのんきに構えていたのですぐ警視ミラーに逮捕された警察とグリフィン生命保険会社の社長がソーンダイクに感謝したことは言うまでもない